おもちゃになるんです。さあ今回はねこちらの2両のプラレール見ていきたいと思います。上が EF510 レッドサンダーで、下が EH200 のブルーサンダーです。で、なんでね、このタイミングでこの車両かというと、上のね、EF510 レッドサンダーはね、今週末に廃盤になって、またね、新しくレッドサンダーがリニューアルされて登場するんですけども、古いバージョンはこれなくなってしまうんで、値段もお手頃だったんでね、購入しました。ちなみにそのお値段、ヨドバシカメラさんで1290円です。で、対するブルーサンダーの方はね、これはね、レッドサンダーを紹介するなら、もうブルーサンダーもね、一緒に紹介しようと思って、もうほんとそんな気持ちでね、購入しました。値段はね、そんなに変わらないですね。1310円です。さあ今回はね、赤と青の車両、最近流行りの仮面ライダービルドのラビットタンクフォームみたいで、なかなかねかっこいいプラレールの2両になってます。さあではね早速ね見ていきましょう。ではね軽くパッケージから、まず正面はこんな感じで、はい、この部分のデザインはね古いタイプではおなじみのデザイン、実際の車両の写真にそれぞれのねイラストが描いてあります。で、続いてね、箱の上の方。はい、ここはプラレールと、あと車両の名前、そして右端に、それぞれの車両の説明が書いてあります。で、箱の底ですね。ここもプラレールのロゴに、各車両をね、側面から見たイラストと、で、こちらには、各車両をね、斜めから撮った実際の写真がね、プリントされてますね。そして、裏面。ここには電池の入れ方や遊び方、注意書きが書いてあります。さあそれではね箱から取り出して見ていきましょう。まずはレッドサンダーからではね見ていきますね。今回リニューアルされるということで、最近のねリニューアルはちょっとね前のやつより悪くなってしまう傾向があるんでね、この動画を見て気になった方は是非ね早めにこちらの古いバージョン買っておいてください。はい、中身はねおなじみの車両の説明が書いてあるプラ列車カード、それと車両がね今回3両ですね。ではね取り出して見ていきます。1000円ちょっとでね買える車両のセットにしてはね、ほんとなかなかで充実したセットの内容になってると思います。はい、まずねコンテナが積んである貨車ですね。輪ゴムが止まってあるんで取っておきましょう。で続いてはこちら、はい、銀色に輝く美しいタンク車です。で最後に動力となる主役の510レッドサンダーですね。では続いてブルーサンダーの方も出していきます。これもねレッドサンダーが出てきたんで、なんとなくなんですけどね、近々廃盤になってしまうような気もしないこともないですね。さあではね取り出して見ていきます。はい、ブルーサンダーもね車両説明が書いてあるプラ列車カード、そして車両がこちらもね3両セットですね。ではこちらも袋から出していきましょう。まずブルーサンダーも一番後ろは、はい、こんな感じのね、貨車でコンテナがね、2つ乗ってます。こちらもね、輪ゴム取っておきましょう。で、2つ目は、これは、ブルーサンダーの後尾車と言えばいいんですかね。一応今回では中間になる車両です。で、ラストにこちらが動力のブルーサンダーですね。はい、これで全ての車両出揃いました。並べてるだけでもなかなかいい光景ですね。さあではレッドサンダーの方から1両ずつ見ていきましょう。ではまず正面からいきまーす。まずライト関係はね全てねシールになってますね。でフロントガラスはね黒の塗装になっていて、車両の番号は EF510 の4です。続いて側面は全体的にこうなっていて、ちょっとね窓とかね省略されてる部分はあるんですけども、割といい感じに再現されてると思います。ちなみにここのレッドサンダーのエンブレムはシールですね。ここは JRF がね直プリントなんで、レッドサンダーの文字も直でしてほしかったですね。で続いてね後ろ側がこうなっていて、こちらも各種ライト関係はシールで、車両番号もしっかりと入ってます。で反対側の側面がこんな感じ、こちらもねなかなかしっかりとできてます。で屋根の部分はこうなっていて、シルバー塗装になっていて、造形もねなかなかいい感じになってます。でそこはこうですね。さあではね電池を入れて走行準備しておきましょう。ボディの外し方は簡単で、ドライバーいらずですね。ここのね2点の爪で止まってるタイプなんで、ここの部分をね両サイドから押してあげるとパカッとボディが外せるようになってます。で今回は単2電池を1本この部分に装着して、であとはもう元通りボディを取り付けてあげるだけ。はい、これで完了です。では動作チェック。はい、バッチリです。では続いて2両目のタンク車見ていきましょう。さあではねくるっと見ていきましょう。まずここ見ていただいたら分かる通り、タンクパーツはいくつかのねパーツで形成されてます。続いてね側面は全体的にこうなっていて、前の部分には JOT 日本石油輸送のロゴマークと、で真ん中には日本石油輸送株式会社の文字に、下はねこのタンク車ではおなじみのタキ143645と書いてありますね。ではしごとかもちゃんとついていて、なかなか造形細かいですね。で連結部、こちらの面がこうなっていて、反対の側面はこんな感じで、上から見るとこうなっていて、ここの蓋といっていいんですかね、これとあとね柵とかもねしっかりと作られてますね。そしてそこはこうなってますね。はい、2両目はねシルバーで美しいタンク車タキ143645でした。では続いてレッドサンダーの3両目、コンテナ付き貨車を見ていきましょう。ではね見ていきますね。まずコンテナの部分ですけど、この面とこの面は文字とかがないんですが、側面はね各種ロゴや文字がねしっかりと入ってます。ただねこの側面のデザインはね全てこの一面がシール1枚になってますね。これがね全部プリントだったら本当かなり嬉しいんですけども、まあコストの面からで言うと仕方ないと思います。で反対側はこうなっていて、こちらの面も先ほどの面と同じです。で上から見るとこうで、そこはこんな感じで、このねコンテナ付きの貨車ではおなじみですね。このコンテナはそれぞれね外せるようになってます。この部分はね他の車両のコンテナとかもね詰めたりするんで、いろいろね積んでみると楽しいと思います。あ、ちなみにコンテナは平積みだけではなく、こうして一応ね重ねて積むこともできるんですが、走行時はねトンネルとかに当たると危ないんで、こんな感じで平積みにしておきましょう。はい、レッドサンダー側の3両目はコンテナ付きの貨車でした。では続いてブルーサンダーも行ってみましょう。まず正面からこんな感じで、先ほどと違ってヘッドライトとかは全て塗装になってます。で窓ガラスも黒塗りの塗装で、車両番号は EH200 の1ですね。で側面はね全体的にこうなっていて、ブルーサンダーも多少ね省略されてますが、全体的な雰囲気はしっかりと作られてますね。で連結部分はねこんな感じで、造形がね結構細かく作られてます。で反対側はこうなっていて、ここにはねちゃんとブルーサンダーの文字やイラストが入ってあるんですが、ここはね先ほどのレッドサンダーと同じくシールになってます。で上から見るとこんな感じで、そこはこうなってます。ではこちらもね電池を入れて走行準備しておきましょう。カバーの外し方はね先ほどのレッドサンダーと同じです。2点が爪で止まってるタイプで、両サイドから指で押してあげてボディカバーを外します。でこちらにもね単2電池を1本入れてあげて、あとは元通りボディカバーを装着。はい、これで準備完了です。それでは動作チェック。はい、バッチリです。では続いてこちらですね。セットではね中間車なんですが、ブルーサンダーの後尾車見ていきたいと思います。はい、基本的な構造は先ほどの車両と同じですね。ライト関係はしっかりとこちらもね塗装になっていて、続いて側面、先ほどの車両と並べてみますが、ここのデザインはねもう全く同じですね。で連結部のデザインも同じで、反対側のねデザインもシールを含めて全て同じとなっています。で上から見るとこうなっていて、少し違うのはこのスイッチの部分と、あとここの部分ですね。曲がっているかストレートか、その違いがあって、そこは当然ながら全く違います。でこの2両はね連結させると、はい、こんな感じでね見栄えはやっぱ連結させるといい感じになりますね。さあ、ではねブルーサンダーの3両目のコンテナ付き貨車も見ていきましょう。まずね連結部なんですが、ここは先ほどのレッドサンダーのコンテナ付き貨車と同じような感じになってます。でコンテナのね側面のデザインはこうなっていて、こちらは前の方が赤茶色のコンテナに、後ろは水色のタイプのコンテナ、横のね模様はそれぞれこちらもねシールになってます。で反対側にくるっと回って、こちらもね同じようなデザインですね。そして上から見るとこうなっていて、そこはこんな感じ。このね底の台車の部分が緑色なのが個人的にはね好きだったりします。でこのコンテナ車も同じように2つともねコンテナ外せるようになってますね。まあ前後ね好きに積み替えたりとか、あと少しね走行は安定しないんですが、こんな感じでレッドサンダーのコンテナも積み込むことができるようになってます。ただ何度も言いますが、走行時は安定しないので、この状態で走らせましょう。さあではね、全ての車両を見終わりましたんで、それぞれね3両編成にして続いてね走行の方を見ていきたいと思います。はい、つなげるとこんな感じで、それぞれなかなかいい感じになりました。では走行の方行ってみましょう。はい、ということで今回はプラレールの EF510 レッドサンダーと EH200 ブルーサンダーを紹介しました。レッドサンダーに関してはね、もうすぐ廃盤になるんで、またね新しく登場するレッドサンダーと今度ね比較して紹介したいと思います。あとブルーサンダーもね結構古い車両です。いつね廃盤になってもねおかしくないと思うんで、こちらね2種類ともねそんなに値段もね高くなくて1000円ちょっとずつなんで、ぜひね、なくなってしまう前に気になる方は手に入れておいてください。ということでね、今回はこの辺りでおもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あと Twitter、インスタもやってるんで、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。それではまたごきげんよう。さよなら。バイバイ。